李海マサは、李氏朝鮮末期から、大韓帝国期の政治家。特許大院君、李の十三世の子孫として、慶喜、同胞川軍に生まれ、李夏戦の家系を引き継いだ。高所十五年に、式年門下に、陛下で合格した。以降は、塚坂に広塚坂などの官職を経て、三つ竹年には、半寸馬人となった。同年、マサヤマ君に、 進む風されたと同時に、十二品に、特使され、広史料主領官となった。後部九年には、聖二品の正則大部となり、三つ竹十一年には、十一品に昇格した。在任中に、組東大局賞、大勲入り課題受賞を受けた。日韓併合条約締結後の1910年10月16日に、朝鮮貴族として公爵に列せられた。 一方で、財界とも深い関係を築くようになり、反総流やり始め館などが設立した、半寸銀行に1910年から便益や長、チョシゲルオーラと共に参加し、1923年から1928年までは、銀行の取締役を務めた。2002年に発表された、新日派708人名簿と、2005年民族問題研究所で、 新日人名辞書に収録するために整理した新日人名辞書収録予定者一時名簿に選定された。ありがとうございます。